はい、こんにちは、ブルホスです。今日はお金儲けは果たして悪いことなのかどうかっていう話をね、突き詰めてやっていこうというふうに思います。若干、構成しててちょっと中途半端っていうか、すごく抽象的な感じになったんですけど、あくまでお金を稼ぐことをどう捉えるかっていうのは、これを見てくださっているあなた自身で決めることだとは思うんですが、一応、こういう考え方っていうのが経済学者とマイケル・サンデルっていう、社会哲学に関わっている、後ほど紹介するんで、著書に関してはどんな人かっていうのはもしかしたら多くの人ご存知かもしれないんですけど、マイケル・サンデル VS 経済学者が語るお金儲けの是非っていうところを今日は追求していきたいと思います。で、なんで悪だって思うかっていう話なんですけど、そもそもお金はなんで生まれるのっていうと、それが生活に必要だからって言ってしまったら終わりなんですが、そうじゃなくって、お金儲けっていうのはクリエイティブな活動の結果得られるわけなんですよね。とか、あるいはお客様を喜ばせた対価として得られるものと、で、成功と顧客満足の両方を満たしたから得られるんですよ、お金はって。ところが、お金儲けがこれっていいよねっていう正当性を科学的に証明しているものではないんで、じゃあ果たしてお金儲けがいいのか悪いのかっていうところには、なかなか踏み込めてないっていうところですよね。で、お金儲けの倫理観っていう話なんですが、現代の市場っていうのは取引対象っていうのが溢れてるわけなんですよ。上げればきりないんですけど、教育関係とかね、塾とか、今だったらもう子供が少なくなった分、一人当たりの子供にかける教育費っていうのはもう爆増してるわけなんですよ。で、それから住居とか健康管理、特にね、今筋トレブームが来ているので、食事のこととか、ジムに通うとか、器具を揃えるとかね、何でもこうビジネスになっていくんですよね。それを数え始めていったら、キリがないっていうのも言うまでもないと。で、何にでもビジネスに結びつけることができるようになったからこそ、ますますお金儲けに対する倫理観っていうのには、多くの人が敏感になっているっていうところなんですよ。で、ここについて、経済学者っていうのが、市場は倫理観や道徳に対して影響は与えませんよ、っていうことを訴えているんですが、ところが何にでもビジネスに結びつけられてしまうんで、なんかやっぱりそれを悪用しちゃう人っていうのが当然出てきてくると、そういう倫理観道徳に関係ないでっていう話をしても通用しなくなってきてますよねっていうことなんですよ。で、このあたりについて今日紹介するマイケル・サンデルさんっていう人が言及していることがあるんですが、有名なのはこれからの正義の話をしようっていうね、トロッコが走っていますと。で、このまま走っていくと、線路の先にいる5人を引き殺しちゃいますと。ところが、レバーを引くことができれば、その線路が切り替わって、その先にいる1人だけが死にますという。で、あなたはそのレバーを引きますか、どうですかっていう質問を投げかけると。で、さらにその先に5人は、あなたにとって無関係の人です。全然知らない人です。ところが、レバーを引いて変えた先にいる1人は、あなたの最愛の人ですとか、あなたの家族ですか、親族です、だったとしたらどうっていうね、なかなか難しい話をしてる人なんですけど、そんな話があるのがこれからの正義の話をしようっていうので、今回はそれをお金で買いますかっていう著書の中で、次のような事例があるので紹介しようと思います。何かっていうと、10万ドルの生命保険に入っている人が、医者から余命1、2年ですと、あなたの寿命はっていうふうに告げられましたと。で、今や医療費として残す、あるいは、今や医療費として、あるいは残された短い人生をただ豊かに生きるために彼にはお金が必要だとしましょう。で、病に侵されたこの人物から、ある投資家が、例えば5万ドルという割引価格で保険証書を買い取って、毎年の保険料は代わって支払おうというふうに申し出ましたと。で、現契約者、その病に侵された人ですね、1年半以内に死にますよっていう人が死亡すると、投資家は10万ドルの死亡保険を受け取ることができますと。この保険に月々いくら払ってるとか、毎年いくら払ってるかっていう金額まではないんですけど、もしこれを引き受けて契約が成立してすぐにその契約者の人が死んじゃったとしたら、まるまる5万ドルっていうのが儲かるってわけですね。だから10万ドルの保険金を受け取るけど、5万ドルその人に支払ってるから 10-5 で5万ドルが手に入るっていう、そんな感じですね。で、これのことをバイアティカルって言うんですけど、産業の名前の一つなんですよね。で、先の事例の考え方を始めた人っていうのは、もしかしたらクリエイティブなのかもしれないですよね。で、莫大な資産を築き上げてるかもしれないですと。ところが、この事例で、要は死に向かっている人に向けて、お金出すから権利くれと。で、その権利を俺はあなたが死んだ後にもらうよっていうふうに言ってると。そういった事例を聞いて、あなた自身はどう思うかっていうところなんですね。で、事例の先の話なんですけど、先っていうのは次に進んだ話なんですけど、サンデルは次のように続けてるんですね。
一見全ての当事者にとって申し分ない取引のように思えると。死期が近い、要は1年半後に死んじゃいますよっていう契約者にとっては必要な現金を手にすることができるし、投資家としては儲けることができると。ただしその人が予定通りに死んでくれればねっていうことなんですよ。もしかしたら1年半で寿命が尽きるって言ってるけど、医療の発達が進んで3年5年とかっていう風にもっと寿命が長くなっていく可能性もありますから、だいたいね3ヶ月みたいな短期間で死期を伝えられた人っていうのは その期間で医療が発達するっていうことはなかなかないんですけど、1年とか、3年5年とかってなっていくと、医療とかあるいは薬とかの開発が進んで延命する可能性っても高くなってくるんでね、そんな細かい話は今回ちょっと置いといてですね。でこれについては生命、命の取引ですよね。市場の手に委ねてもいいものだろうかっていうところなんですよ。だから投資家が現契約者の早い死を望むような商品は販売されてもいいのっていう風なところに、問題提起があるっていうわけなんですね。でさらにこの話に関してサンデルさん続けてまして、今度はお金を教育の分野に持っていって、アメリカのシカゴですね、では9年生、日本でいうとこの中学3年生が自分の履修する過程の中で良い成績を取ると現金が支払われていると。例えば A なら50ドル、B なら35ドル、C なら20ドルっていう感じで、で首席の生徒、学年で1番ですね、だったら1年間で1875ドルなので、約20万円っていうところですかね。中学3年生で20万ってやばいですよね。めっちゃもう金持ち、なんか天下取ったぜくらいの気分になるかもしれないですよね。っていうだから、ただこれっていうのはこの教育の話に関して切り取っていくと、シカゴだけじゃなくて世界中で取り組まれている事実があったりするんですよ。シカゴという事例は単にその地域の話でっていうのではなくって、生徒にお金を与えて成績を向上させようぜっていう働きっていうのはいろいろあるわけなんですよ。でしかもさらにそれに対して効果があるっていう研究報告もあるんですよね。で反対に成績が上がったクラスの先生にお金を与えようといった働きもあって、これに関しては議論が盛り上がっているというところなんですよ。でここで最後、経済学者 VS サンデルっていうところなんですが、経済学者に言わせれば全くそれは関係ないと、倫理観とか道徳とかそういうところに全然つながらないで問題ないですよっていうふうに言ってるんですが、サンデルは異議を唱えてるんですね。市場を通じた取引っていうのは人の道徳感を弱める可能性があると。でバイアティカルとしては取引の双方が喜ぶかもしれない、さっきの保険の話ですね。ところが人の死を願う人を世に増やす可能性っていうのもあるんですよ。早く死ねば保険金がこっちがその年間で払わなくちゃいけない額を差し引いて、要は払わずにさっさと5万ドルが手に入るから、さっさと死ねみたいな感じになっちゃうと。ところがこれが倫理観を損なってしまって、お金儲けは悪いっていう風な考え方につながっちゃう危険性があると。で良い成績を取ればお金をもらえるっていうのも、本来は勉強することによって得られる知的興奮とか知識をどん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 増やしていくことにおける喜びとかっていうのが弱まってしまって、短期的な利益、お金を求めて勉強がおろそかになる可能性っていうのは高めてしまうということなんですよ。だから利益先行型の考えが身についてしまっても良いものだろうかっていう問題を投げかけてるわけなんですね。つまりお金儲けが悪だっていう考え方を持っている人っていうのは、お金儲けが先にあるからっていう考えがあるというふうに言えるんですよね。だから本来はサービスとかお金が発生するっていうのは、消費者が求める商品とかサービスとの等価交換によって起こるわけなんですよ。そうじゃなくって単にお金だけを求めるビジネス、極端に言えば詐欺とも言えるようなことっていうのも増えてきているご時世ですよね。だからサービスとか商品を得られる前にお金から話が入っていくと、そりゃお金儲けばっかりに走りやがってっていうふうに悪い悪だって捉えられてしまうのも仕方がないというふうには思うんですよね。なのでそうじゃなくって、きちんとした対価としてお金を受け取るためには、商品とかサービスっていうのを提供して感謝されながらお金ももらえるという、そういう働き方を目指していって、そういう働き方で満たされる世の中を目指していかなくちゃいけないというところなんですよね。なぜかっていうと、お金自体は決していい悪いっていうものじゃないんですよ。ただその金を稼ぐ手段にいい悪いっていうのが発生してしまって、悪いっていうものが目立っちゃうから、お金をいっぱい稼いでるやつは悪いやつだっていう風な印象を持たれてしまいやすいっていうことなんですね。なのでいいサービス、いい商品っていうのを提供することによってお金を儲けて、あの人から物を買えてよかった、サービスを受けることができてよかったっていう、そういった働き方を目指すっていうのが大事ではないでしょうかというお話でございました。ということで本日の動画は以上です。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな
という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。